です。はい、今回もね、コラボ動画なんですけど、うん、あのブレイキングダウンで出させてもらって、うん、僕ね、廊下歩いてる時に、まあ、ブレイキングダウンって僕も言うて出てる側なんで、お邪魔してる側じゃないですか、うん、やけど、もう向こうから、もうホームの方から、うん、あの方ですよ、一回動画だけど向こうから声かけてもらって、うん、この間飯田さんとコラボさせてもらったけど、うん、もう一人、うん、もうブレイキングダウンのもう初期の段階から顔となってる俺な、いろんなディープスポットいっぱい行ってきましたよはいはい、はい、その方歩くディープスポットですやっぱいろんなディープスポット行っていろんな人出会わせてもらってるやん、うん、動画とかでもそうやし、うんうん、まあ、職業終わりいろんな人出会ってきたけど、パッてその声かけられた時にすごい物腰柔らかく丁寧に、うん、俺その瞬間にもう第一印象でブワッ、もうこの人絶対仲良くなりたいと思って、うんうん、結構見た目めちゃくちゃいかついんだから、もうホットケーキみたいな甘い声で「翔くん」みたいな。こうかなこうかなみたいな話してくれて、うん、俺仲良くなりたいなと思って、もう俺なんとなくその時に感じたんが、うん、俺先輩ですごい大好きな先輩で優しい方、うん、エグザラ淳さん、うん、俺その方も淳さんみたいな、うん、なんか柔らかいオーラの人、うんうん、見た目全然もうすごいこう怖そうな感じだと思うけど、うん、全然違うなって俺バーン変わってイメージが、だからちょっと DM 送らさせてもらったら、うん、あの時ありがとうございました言うて、ほんならで東京に行くんでよかったらいろいろトークとかコラボさせてください言うたら、うん、いや東京にジョー君が来てくれるなんてジョー君の無駄遣いになるんで僕らが西成に来ますっていうことで、うん、夫婦で来てくれたありがたいな、はい、ウリターさんです。いや俺はこんな前行き長い YouTuber を自分以外で初めて見せた確かにあの興奮とはいえウリターさん、西成までわざわざありがとうございます。飯田正成じゃなくてすいませんねいや黄色い声どころかあのちょっと怪しいおっさんばっか俺話してるぐらい、まあ、全然違う意味でスターっすよねいやあのね、本当にディープスポットでしたけど、はい、ディープな人ばっかりが目をキラキラさせて、はい、同じ匂いがするって感じで俺のところに来るんだけどもう慣れてるじゃないそうそう、飯田君がキャーっていうような人も全く来ない、もう全然シーンってなんでその後に俺を呼ぶなんて罰ゲームだよいやあのね、飯田さんはね、キャーってこう女性陣とかなってますけど、若い子らちょっとおっさん、俺に近づいて、俺渡してきたらどうしようと思ったそういうキャーなの、俺にはいや、それでも何も思わないでしょで西成の地場の人気は低かった西成の地元の人らがウリタさんに会いたい。西成初めてですか？西成初めてです。その一回その長安バクトみたいなのをできるって言って、はい、バクチンをやりに来たことはあったんだけど、はい、ちょっとねごちゃごちゃっと事情があって俺だけ入れなかったあんま深く聞かんようにして逆に僕らもね情報ブログですね、はい、いや、知ってました？マジで。なるほど。いや、ちょっと俺あの1000万で、はい、麦わらのゆうたとかあと再生されてやったでしょ、カメラ。そうですよね、ゆうたさんとつながりありますよね。いや、俺はつながり、俺の方が全然過去の人間だから。あ、はいはいはい。そんなに遊んだりはしてないんだけど、はい、まあ、アウトサイダーってことも知ってる、はい、あ、なるほど。その流れで、ジョーブルームが出るっつって、はい、クレイジーチャレンジャーって、はい、すごいなってる。いや、嬉しいですよ。だから、俺らその時、YouTube やろうかな、どうしようかなぐらいの頃だったから、はいはいはい、やっぱ、もうすごいことなんだよね。いや、嬉しいっすね。ジョーブルーム歌舞伎町の出禁の男って言われてるじゃないですか。いや、おちょおちょおちょ歌舞伎町出禁だけど、ちょ俺に言いましたよ、はい、もう通天閣、ね、はい、新世界の服のバーンと服がある、はいはい、蟹道楽の蟹、はい、超ブルクって感じだよ。いやいやそれは持ち上げすぎです持ち上げて浮いてるぐらいもじゃないや、歌舞伎町って言ったら、まあ結構治安悪いじゃないですか、うん、こんな言うとあれですけど ね、いや、なんか今でもニュースとかでちょくちょく聞くじゃないですか、うん、やっぱ飛び降りとかいろいろ聞いたりとか、まあいろんな過去は構想があったりとかって中 で東は歌舞伎町で、その歌舞伎町の男がここ西の治安の悪いと言われてた歌舞伎町出来になったんでこっち遊び来たんですよ、はい、なんか変なこと起きいんかなと今日思ってるぐらい怖いぐらいやねんけど、うん、ちょっと今回初めなんですけど、ちょっとね食べ歩きで案内しようかなと思ってるんですけど、うん、レディゴーって僕の店なんですよ。はい、ちょっと初めカウンターで、新宿で安いから。何ですか？新宿でジョー君が、はい、そのレディゴークラウドファンディングそうなんですよするっつって、俺それも見てたんだから、うん、マジですか？新宿にレディゴーができるっつって、はい、マジかやってたんだけど、はい、インフルエンサーたちが集まって、はい、イベントして騒いで踊れる、はい、みんなに夢を提供する店です。そうです。俺その当時インフルエンサーの意味分かってないからちょっとマジわけわかんなくなっちゃって。確かにあんまりインフルエンサーって言葉似合わない。何やインフルエンサーかよみたいなね何やだよみたいなタイトルかみたいな話になってきますよ。PO なりそうやな今日ごめんなさいね。ほな行きましょう、はいはい、ちょっとレディゴーしてください。あ、栗田さん、あの二人あのレディゴーしてください。レディゴー全然聞いてくれないレディゴーせーのレディゴー。レディゴー
ホルモンとかつまみます。はじめつまみつつ。大丈夫今椅子用意しますわ。誰か椅子ください。あ、椅子持ってるやつない。誰か椅子ください。はじめ。ぶつかって出会ったんですね。歌舞伎町の路上で。新宿で。ぶつかって出会って。あやだって。自分西の人みたいな。お嬢ちゃん西。だから感心するのは上ブログはゲストのためにうわーって調べるわけ。うわーって調べるんだけど、その1日2日で一気に情報詰め込むから結構テンパって。切ると大変なんですよ。そうなんですよ。ちょっと喋ったら古田さんは読む人、読み取る人。俺のタイトル出るの分かる。あ、ほんまですか。あ、じゃあ俺ノンアルビール一回乾杯しましょう。はい。すごいね。なんかこう、僕こういうのが落ち着くんですよ。こういう古い感じというか、下町のみんなが一緒というか、壁がない感じが。皆さんじゃあちょっと乾杯しましょう。すごい。乾杯。乾杯。すいません。いや、ハッピーや。うん、なんか日曜みたい。ハッピーは、ハッピーは。すいません、わざわざ。いつから遅くなってたんですか。昨日の夜、昨日、夕方。あ、久しぶりですか、お宅は。頑張れ。え、古田さんって普段何してるんですか。普段は、はい。何をしてんだ、あんまり同編集も全然やってるから。あ、そうですよね。編集と洋服作ったりとか。あと、まあ、文章書いたりとか。はい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 。それこそ先あの僕調べよう思ってウィキペディアとかいろいろ見たんですけど、あの映画すぎて人生がどこ突っ込んでいいかも拾いとこないし、全部拾えるんで、全部これ何これ何って言えるんで、何から聞いていいか分かんないっていう。でもやっぱりこうジョーブログの視聴者さんやったら、やっぱジョーブログメインで見てくれてる人たちが多くて、やっぱ古田さんのこともしかしたらそのご存じない方もいるかもしれないじゃないですか。やっぱ一番気になるのはやっぱこのタトゥーじゃないですか。いつぐらいの時にいつなんで入れたんですか。俺本当ちょっと竹田さんもご主人があって、はい、7、8年前に、はい、奥前さん8年前に、はい、アルチューで本当やばい気があったんですよ。そうなんですか。他にもね、ちょっとその考えを止めたり、はい、面倒くさいのがなくまでの時期に、はい、そこを抜けてる時期があって、ちょっとやっぱり、ね、はい、考えとか脳が硬くなって酒のせいで頭おかしくなってたんですよ。で、その時にやっちゃったんですよ。へぇ、あ、なるほど。ちょっと普段の考えとは違うレールの考えを酒によってしちゃったっていう。なるほど、なるほど。あ、ホルモン来ました。ちょっとつまみます。いただきます。いただきます。本も書いてますよね、さっきおっしゃってた。しかもなんか、はい、獄中で書くきっかけになったんですよ。はい、そうそう、あのね、刑務所って書いてあるんだって。俺、教育行く前は、はい、その本が読むのが苦手で、はい、ハリー・ポッターとかも本当に読むのにすっごい時間かかる感じだったんで、はいはいはい、だんだん難しい本を読むようになって、それがきっかけなんですね。あ、これ書けるじゃねえみたいになって。なるほど。俺書いて面白いなみたいな。はい、で、その僕中ってなんかこうコンクールみたいなんで優勝したんですよね。賞って言っても派手なもんじゃなくて、はい、本当にその倍率が低いから優勝できたんですよ。はい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 。そっからもう6冊ぐらい本出しはってみたいな。いや、その前にね、俺自由授業にいる時点でしゃばいたら出版社持ち込んで、はい、あのちょっと金にしてやろうかなぐらい考えていたんですよ。はい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 。もうベストセラーになってるやつもあるじゃないですか。あ、それは何年かしてから。あ、そうなんですね。何年かして、はい、デビューして、まあ、数年してから、はい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 。タイトル何でしたっけ。あれ、ね、師匠っていうことだね。あ、友達のことを書いた。そうそうそう。その関東英語公開の真実を、はいはい、自分のね胸に掴んだものを、はいはいはい、なるほど。では山田さん、誰ですか今の。あれは歌舞伎町の昔、刑務所に出てきてお世話になったクラブがあって、そこでクラブ用心棒やってる時に、はい、あの人は初代用心棒で、あの普通クラブセキュリティって体が大きい黒人とかじゃないですか、うん、なんでこのハゲたおっちゃんが、はい、やってんだろうさ、はい、やったんですか。あ、もう片桐ですか。西成でよ、あいつや、新宿いなくなって大阪にいるってケースだ。そうなんです。で、西成におるってことは、
新宿と西成って実は繋がってるんですね。いや、あれ新宿から結構西成デビューしたっていうかなり、なるほど、西成から歌舞伎町に来たって人も、はい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 、だから俺は初めて来た気がしないです普通西成来たらみんな驚くんですけど、何も多分驚いてないもう溶け込んでるっていう感じ、そういう感じですよ。優しさの歌めちゃめちゃ優しいですね。でもこれでストレスが溜まっていくね。いや、これその人見てるかもしれないから言うんだけど、はい、大阪来る前に、はい、昨日夕方東京駅で、はい、俺がいつもみんなにこういうノリだから、はい、だからあ、じゃあ普通に話しかけたら私に対応してくれるなと思ったサラリーマンの方が、はい、栗田さん僕もいいですかって言ったらめっちゃ気が悪い時で、はい、何言ってんだよねこの野郎だってまあまあまあ流れはありますもんね感情の。なぜならばうちの奥さんがお土産を落とすぐらい荷物いっぱいで、はいはい、大丈夫とかやってる時にあ奥さんなんか落としましたよとかいう一言があれば、はい、そっち先に拾ってくださいとかあれば、はい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 、よかったのに奥さんのことも無視で、で自分の要求だけを通そうとしてきたからてめえあんたこの死ねほらっつって。なるほどなるほど。あ、おちゃん、これあの一番人気の。あ、マジっすか。じゃあだから俺あのブレイキングダウンのオーディションでうわ超ブルグだって言ってめっちゃ嬉しかっためちゃめちゃ嬉しいよ。僕さんとその前日の晩に見てましたもん。あ、そう、はい、めちゃめちゃ見てました。写真を撮って帰って怒られると言ってた言ってましたね。めちゃめちゃ言ってました。めちゃめちゃ言ってました。よかったらおちゃん。あ、うめえやん。あ、これはうまいやん。全然やっぱちゃうっすね。イメージと見た目のイメージというか普通パーッと歩いててこう縦入れてたら怖って思って普通話しかけづらいじゃないですか。でもその瓜田さんっていう生き方というかもうキャラクターという人気がもう見た目のイメージをこう超えちゃってますよね、うん、だから逆に声かけてくるっていうことですよね。でも話を聞いたと言われてたのは、はい、本当別人格。あ、ほんまですか。変わったってことなんですか。イメージの5割ぐらい上をいけたと思って、はい、そんないい人間じゃなくて、なくて最低の最低の最低を受けたでも自分のこと分かってるのは、はい、これ子供の時小学校の時とかずっと貧乏に、はい、これオタクみたいな友達も仲良かったし、はい、さっきローキンが言ってくれたアーティストさんで先輩に出てくるんですけど、はい、そういう感じで話すと安心するしすごい優しいっていうのは付き合いしてみたいに子供の時言われてたんだけど、はい、やっぱそういう世界にいるとなるほど、選んでそっちをそっちの道を行ってたんですね。なるほど、それが度が過ぎちゃって、なるほど、見せ方っていうか、そっちの歩き方が度が過ぎちゃって。あ、なるほど、性格って選べますもんね。僕もぶっ飛びたいと思ってた時期があったんですよ。ぶっ飛んだ方が過激なことやった方が、まあ、SNS でも例えばそのコンプラが緩い時代とかやったら再生が上がるっていう時はぶっ飛んだ自分をある種選んでましたね、はい、なのでもうおいみたいなキャラクターやったんですよ。だからジョーブログ自体も、はい、だいぶ変わりましたね。だけど自分の特徴があって海外チャレンジもそうだけど、はい、スラブラインのところに見たい人もいるんだけど、一周回っていろんなことがあって、で渋谷でのスキャンダルもあっても、はい、でそこから西成に落ち着いた。いや本当にそうです、ね、西成に落ち着いて多分そこが一番の調子になりながらバーンってまた再熱っていうかめちゃくちゃ見てくれたもんね。そうよし行こうか。行きましょう。どうぞどうぞ。ありがとうございました。2軒目行きましょう。何も身分証なしで借りれるところもあるらしい、中には。はい、とかもうこの辺とかも1泊500円とかのドヤとか、そういうのあんまだって歌舞伎町とかはないですもんね。都会にそれやっちゃうと外国人とかが髪を落としたから。よし、はい、ありがとうございます。すごいな。でもこれあやっぱちゃいます。フィリピンに近いな、うん、あ確かに東南アジアの感じですよね。え、でもその声かけられるようになっても変装できないじゃないですか、藤田さんって。それ大変ですよね。昨日も電車乗ってるから機械照射からこっちね、何枚ね、はい、普通に電車も乗るし、何も。あ、それでも電車の中でも声かけられるんじゃないですか、わーってなったりとか。あ、いや、でもそんな俺はイラクじゃないから。はい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 。あ、すごいよ、すごいよ。知ってんねや、みんな。みんな有名人見てんの。
あ、お疲れお疲れ。あ、ここ次2軒目です。元気言うて、でもちょっと仲間がいるんで、友達がいるんで。あ、久しぶり。知ってんねや。その人が弱いかわかんないけど、ここに出れるような人じゃないですよ。めちゃめちゃノリやん。マスター、大丈夫ですか？お願いします。いいですか？あ、いいです。あ、お疲れです。あ、お疲れです。あ、そうなんですか。怖い人よ。マスターもだいぶやんちゃな人。ええ、ダウン着てる。どこで拾ったの？漫画本で何も着てる。今お手やん。あ、乾杯しよう、乾杯しよう。いや、マスターが今サイン色紙持ってきてる。乾杯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 。低いな、低いな。あの、やっぱ西成ってあれですね、もうどんどん増えていくっすね。それがでもいいね。2人でゆっくり話聞くから思ってたけど、もうわーなるから、もうわーで行こうからって。だから多分さっきから、さっきからジョー君が描いてる進行には絶対ならないよ。もう行き当たりばったりの方がいい。それなら楽しいのわからん。そうですね、うん、何があるかわからんから。そうです、お母さん、お母さん回してください。何ね、何でも似合ってますよ。西成2人も溶け込んでますよ。あ、そう、よかった。うん、やっぱスタイルがやっぱちゃうっすね。大阪の感じじゃないというか、東京のやっぱりシュッとしてる。このちょっとカップやっといてんねん。だって2人並んでいくから、ね、2人並んでいくからね。絶対ないって。私愛人であかん。思ってやったらそういう流れになってたんだね。あ、そうだったもん。もう今でも結構ウリタさんが空気感作ってるみたいなところあるじゃないですか。ちょっと MC っぽさというか、ひな壇の中での勝ち取りみたいな。いや、なんか言い回しがうまいね、多分。昔から優勝とかってそうなんですけど、シンプルなのが変えられてた。はい。だからみんながいろいろ頭で考えてるけど、発言控え出したりしたらその空気シンになるでしょ。はいはいはい。あれ耐えられないから、いつも俺がなんか言ってない。あ、わかり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 。俺もう今回出た時に、そのトシゾウが独特の空気感でこうふっかけてくるじゃないですか。で、俺知らなかったんですよ、その空気感の感じを。あっ、ってなってた時に、ウリタさんが一番初めに突っ込んでくれて、こう一個和んだみたいなのがあったから。しかも相手がジョブログだから、みんながそれ注目するんだよ。はいはい、ケガ団もオーディエンスも多分そのスタッフたちも。あ、はい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 。ジョブログはここで何言うのみたいな感じで、みんなが見てるから、あそこでのさすがだって車にしてたかった。やっぱ、あれしかないでしょ。食い込むのもすごいな。俺食い込まないけど、気まずいかってやつ。気まずかったです。もう僕はめっちゃ気まずかったです。歳三君に対する何の情報もデータもないし、そうなんです。どういう風にしていいかも分かんない状況で、うーんってなってたから。だからめっちゃ結構あれですよね、宇治田さん、もう全体考えながら交渉がいいみたいな組み立てるタイプですよね。似てんの？いや、多分めっちゃ似てるって今日言ってくれはって、ジョー君ってこういう感じだよねみたいな、さっき撮影外で、うん、僕の性格みたいな全部当たってて、一番うなずいてのチーンやで、うん、当たってる、ほんまに当たってる。ぴったりやねん。だってレッドセンターの前に2日間で切り抜き含めて150本が見えるんだもん。相手に姿勢があったりするときに、はいはいはい。でもそれだけ積み立てて準備したのに、ちょっと準備が壊れるようなことがあったりしたら、そう、マジか。なんかそう、自分で考えて、自分でこういうふうにしようって置き方を考えておいて、はい、それが壊れても別に誰も困らないんだけど、はい、そうなんです、そうなんです。なんかそれが壊れることでみんなに迷惑かかるんじゃないかとか考えちゃう。うん、そうなんですよね。でも自分なんだよね、細かいこと考えてるだけで。いや、だから 200% を目指してて、それが180になっても嫌なんだ。嫌なんだよ。220で超えたいんだよ。そうなんですよ。でも世間から見たら180やから、もう 100% 超えてればええやんってなるんですけど、それがダメなんです。それ分かるわ。その減ったってことが嫌なんですよ。A 型？いや、僕は B なんですけど。 A 寄りの B だよね。A 寄りの B 言ったら何でもありじゃない。 O 寄りの B だ。もうガタって聞かんでいいの？聞いてないっす。今の状況。
真冬やで、格好。いや、寒かったんや、今日は。真冬ベイマックスみたいな。これで大阪来て、初めて何ばっかりする吉本見たんですよ。はい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 。めっちゃ感動しちゃったの。これ、ヤクルトさん、新喜劇見に行ったの？見に行った。芸人さん、ウリタさん、バーンって見えたら、ちょっとこう、ピッチャーやろう。簡単に向こうの方がな、なんかやろう。構えるわ。だいぶ今年視線合わせないようにしてた。だってあの、ユニバで最後のハロウィンに、はい、チェーンソーがこうやって来る人が、はいはいはい、俺だけ避けるんですよ。ゾンビは思われてるわ。さんに僕でもほんま一つお願いしたいのは、僕のケツ持ちになってほしいです。なんか僕が会った時、とりあえず現れるだけで、もう。そういうやつや。しっかりしてるよ。なんか戦わずして勝てるって言ったらめっちゃ強いじゃないですか。実際戦うことでダメじゃないですか。まあ言うたら路上とかプライベートやったら。それで一応続けるんですよ。ねえ、その状態だから。喋る方めちゃめちゃかっこいいね。私はベラベラな大阪弁やな。さっきからな、ウリタさんを褒めたら奥さんが嬉しいっていうね、この関係ってやばいな。奥さんが仲がええやん、ラブラブちゃん。奥さんがラブラブやねん。ラブラブと俺が住めるんですよ、俺じゃねえのか。あ、っていうことは奥さんが器がでかいって。花火のおばちゃんだったんですね。そうです、そうです。ジョー君がずっと向こうから花火のおばちゃんと言うと、あの、下ママに言うと、動画に出てくれてるファミリーです。下ママですね。73歳です。いい、若いですよ。いやいや、わかんない、わかんない。年相応ですよ、確かに。年相応です。姿勢な。人って褒めるとこがなくなってくると姿勢とか言うんですけど。なんか、よう言ってもらうの好きだから。ないっすか、あれだよ。あ、来た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 。マルシンハンバーグ、じゃあ食べますか。いただきます。なんかここはもうこのソーススタイルなんで、ハンバーグうまそうなんだ。うん、この私のアスパラの食べ方はめちゃくちゃうまい。めっちゃワイルドやろ。私のアスパラはこなで食べる。えカニみたいな。絶対突っ込まんで。それはこなで食べたらうまい。子供、かわいいおばちゃんですよね。本日から〇〇の場所になった瞬間に撮影外の話だから、分かれへん。花芸のおばちゃんから〇〇の場所に変わった。でもパイパンらしいです。完全に西成りっすね。すごい好きだわ、この人。なんか楽しいな。はい、本当ですか。違います、東京もいい人いるじゃないですか。全然違います。東京の奴らはみんな本心を言わないから、はい、駆け引きが多すぎて本心も分かんない。うーん、付けなんだ。あ、そうなんやっていう本音を話してくれるのめっちゃ嬉しい。こっちの人はみんな少年少女、みんな素直。東京行った時思ったらすごいこう仕事の街やな。うん、プライベートでもやっぱ仕事やなってなるんですよ。それがちょっと僕しんどかったんですよ。で、ちょっと西成に戻ってきたっていうのもあるんですけど、じゃあ花屋のおばちゃんとかも喋ってても、何の無利益な関係。無利益だったらおかしいわ。だから、だから東京だって要するに何でもかんでもウィンウィンに成立しないと。そうなんですよ。楽しくないやつね。デメリットもあるものはおもろいですよ。デメリットばっかり強くてあかんねん。たまに名言吐かれると思う。頼り困るんですよ。しかも、ええこと言ってるっていう顔してます。自分で。今ちょっとカッコついとるやろ。たまに。ウルタさん、中間地点で言うのはあれですけど、もっとコラボしてください。ぜひぜひ。いや、まだ会いたいから、まだ会いたいから。どんどん楽しなってくる。喋れば喋ろう。まあ大事やろね。何気に数センチずつどんどん来る。俺すげえ下がってた。こんな自然体で喋ってくれるんだ。ほんまになるもんね。汚れ物ですか。こんな人たちばっかと来てるから。人間に対するどこに行っても俺ら人間の当たりないですよ。誰かが路上で酒飲んでても、なんでって思わない。自分が戻ってきたからすると、一応言うやつは何もない。
あーでもそれはあります。大阪の人はでもそれ結構言いがちですね。なんかやっぱ心でつながってるよなみたいな、心を大事にしたいみたいなを美徳として考えてるから、そっちに向かっていこうとするで、そこの藤田さんパッと会った時にシンパシーを感じて、そう、わかる。なのでもうすぐパッと送りました。これ嘘つきたくないから、はい、パッと来てくださいよっていう釈放事例で、まあ、俺は行かないっていう感じで、はいはい、例えばじゃあ焼肉行こうって言いましょうって言われても、俺嫌いだからみたいな言って、はい、絶対名言は避けるんですよ。でもジョー君の時は、あ、俺行くよ、もちろん、はい、それはもう本心。いやーそれは嬉しいっすわ。僕ジョー君とコラボするんですよ、大阪行こうって。だってジョーもブレイキングダウン終わってからすぐ言おうと思った。あ、すぐすぐすぐ友達に話してたんですよ。藤田さん、多分あなたもやっちゃうんですよ。話してたんですよ。そう、で今大前提に悪い人だから。僕、藤田さん、売りたムーブなんて見させてもらってたんですけど、めちゃくちゃ、もう絶対あの画面上から伝わる優しいオーラっていうのがある、あると思っててって言ったら、いや、マジでそうって言ったんですよ。ジョー、嬉しいね。ほんまにそうや。なんかいろんな人のことを考えながら物事を発してるなっていうのと、体重乗っかってるような言葉に乗ってるけども、あ、そうなんですか。なかなか来てくれるんですか。来てもらうのに、あ、さすがに15分にすればいいの。東京来ましたもん、全然。やっぱそれリスペクトがあるから。あ、いや、もうただの普通の人間やと思ってるから、自分のこと。いや、上部分はすごいですよ。これだからありすぎて、うん、まあ、ここで絶対一本やな、うん、もしもって言ったら可能性があるな、うん、絶対あの次金ちゃんの店でまだあれやな、うん、前半後半いるんじゃん。行きましょう、行きましょう。僕は次僕が仲良くしてる金ちゃんって言って西成家族っていう動画に出てるんですけど、まあ、すごい優しい友達なんですけど、海鮮の鍋屋みたいなのやってるんですよ。海鮮系でちょっと最後行こうかなと思って、はい、あの思ってる以上にみんなブワー喋るから、ほんとずーっと喋ってるんですよ。全部だから尺も多分めっちゃ長なって、森田さんも森田さんでずっと喋るから、編集地獄、編集地獄だよ、地獄で。俺もだから限りジョーブログチャンネルで言うのもおかしいんだけど、はい、もうあまりの編集と逃げ出したくなって、はい、最近覚えた技がさっきも言ったんだけど、いかにテロップを少なくするか、はい、いや思いました、僕テロップ少なすぎますよ、こんだけ楽してそう、手抜きしてるんだけど、テロップが少ないのがうちのスタイルだみたいに持ってこうと思って、いやでも逆にそれがいいっすよね。なんかリアルな感じのそういうスタイルの YouTuber もいますもんね。それでも全然再生どんどん撮ってるみたいな、うん、みんなが喋って大変だこの動画。みんなが話してる。相手の話やってる。みんながもうずっと喋ってる。ずっと喋ってる。ずっと喋ってる。ここあの先言ってたあの金ちゃんの回転居酒屋。いけるかな。あ、お前くらい。おお、楽しい。あれ、おお。え、ジュージー久しぶりで、え、知ってんすか。え、どれよ、ここにクリームが食べなかったんだけど、ありがとうございます。多分、キンちゃんが一番会いたがってましたよ。ほんまにめっちゃ見てたで。何ですか、ありがとうございます。ありがとう。それキンちゃんの店で、海鮮の居酒屋です。そうですね、はい、立派な店じゃないですか。え、大きいっすよね。家賃はどれぐらい。家賃じゃあ、キッチンなんか適当にいける。あ、ほんまに。もうパーティーです。はい、西成パーティーってことで。はいよ、乾杯。はい、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 住んでください。住んでくださいよ、もうね。まあ、今後ともなんか次俺らでも東京行かなかった歌舞伎町の街を案内してもらうっていう。でもできるんですよね。行けるとこは行けるんですよ。でもこれね、歌舞伎町に撮影してはったから大丈夫。あ、消防士の方とか。そう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 、やってはったから大丈夫やな。やっぱ夜も、都市で来るの飲んで歩く時間とかはこっちが気使って、あ、はいはいはい、顔立てで、顔立てで俺から風景に行ったら、あ、昼間もあれやけど夜は結構
まだ下の方考えはんねんな、すぐ誰かのことを、すごいな、ジョー君が似てるんすよ。あ、似てるわ、ものすごいやっぱこう心遣いが優しいのかな、気遣いがな、すごい、めちゃくちゃ今日思うわ、ずっと、ほんで何気なくな気遣いすんねん、あえてね、負担かけへんような気遣いする人やん、じゃあそれ一番の気遣いできる、そうやね、だから気遣いがすごくやっぱり金ちゃんも学ばなまでそういうところ、そうやね、やもさ、ていうよな、お前とっとらくな、ごめんね、そういうとこ学ばなまで、お前ムカつくな。せいが結構こいつチャラいやん、見た目、まあまあいけとんねん、腹立つだよ、この子に、あのイエローモンキーこいつの、せいがでも今日一番張り切ってくれてて、実はほんまの電話で聞いたら、ここのフルコース用意してくれるって、さっき聞いて、そうそう、で、俺ほんまに冗談抜きでお前からうんうんじゃなくてずっと見とったんや、ブレイクダウン、ほんでうわやっぱりな、ええな、ええな、おもろいな、おもろいなって見とって、うわ、ウリタさん、ええな、最高やな、これ絶対貸してくれ、うん、で動画上ではやってるけど、絶対優しいんだけど、俺分かんねえ、俺そう目見ても、俺大体分かんねえ、どうさせるか、みんなのトラウザーからちょいちょい自分あげるの、一気に見とって、人の中選ぶって言うて、うわ、ほぼ今や、うどんやな、たまたまさっき、うどん屋でな、これ、ちょっと遊んどったのよ、パッて見たら、レジコどこですかね、ああこっちも、ああってなって、偶然、偶然金ちゃん、ジョー君の店に向かっている金ちゃん、あ、そうなんや、そう、あ、見てたから、金ちゃんさん、そういうのはありますよね、今日一日通して思いましたけど、なんか、なんかあるな、ここでこう出会うみたいなのが今日ずっと連続してて、なんかあるね、やっぱりここでさっき借りときますわ、なんか家やばい、まさか車で会う思えへんやん、そりゃそりゃわな、ビビったわな、ほんまほんま場所を教えるで、やっぱでもそういうこう昔悪さしたとかやってしたっていうのも人通り越えたら優しくなるんですか、やっぱ経験、一つの経験として、それとも褒められてんの、そのまま行っちゃうのか、でもみんな寂しい思いしたり中心してるなんかやられたりいろんな思いしてるから、一人は寄り添う人が多いですよね、結局苦労してるから寄り添おうってなるのかな、でも奥さんと出会ってからでしょ、って言ってましたもん、なんかその番組でも見たんですけど、奥さんと出会ってから変わったみたいな、だから今日もたくさんちょっと俺はうちの妻がいただけるから、今日も行ってきたらよくやったのかな、裏で一番後引いてるどんなんやでもなかなかそういうことは男の人だから言われへんもんな、だからそんだけやっぱ奥さんに大やねん、やっぱりいい女性と巡り合ったいうことやね、っていう人と、そう、いきなり路上で出会ってないっすよね、だから一目惚れして俺逆らわしてきたら、改めて逆らうかと思ったんすよ、違う、ぶつかってきやがってんねん、ぶつかってんねん、初めせえ、まあ、それ計画的としたらまあまあ根性あるから根性あるか、ほんまのアホかどっちかやな、まあ、痛いって言ったから目がハードになってたね、なるほど、のろけ見せられてる、はい、はい、しかもそのぶつかった時にもう名前を覚えてる雪吊りの女みたいなのと一緒にいたんですよ、こっちぶつかった瞬間俺の記憶から消えたもん、もうそのまま、すごい衝撃的やな、それな、完全あれちゃん、一目惚れちゃん、いやでも女と追ってやったらチャラいね、お前チャラさ負けてるやんけ、チャラさで勝負しない。チャラいから。チャラく普通。それはチャラさやで。ちょっと毎日女やってるか。なんで俺のターンになってるの。ええねんけど別に。うわ。お来た。ロックス。やば。これ大事。何やろ。何やろ。えぐいやん。わっしょい。わっしょい。これはやばいよ。ちゃうちゃうちゃう。下や。下見ろ。よ、みんながボケるな。こっちがね、今このイケスで置いとったサバ、イケスで置いとったカワハギ、でもうあとはあのハマチ、でサーモン、でマグロの脳天、あマグロの脳天の味噌、これ肝ですね。あげる。おばしゅ。じゃあそろそろ帰りますか。なんでやねん。親戚のおばちゃん誕生日やん今日。こっちが前やな。こっちが前やな。出てきてもうて。あかんあかんあかん。クマがエビの。誰がクマやねん。いくらじゃなくて。
なんかミシミシ言った。何だか鮭取ろうとしたから。いや食べましょう食べましょう。はい、いただきます。はい、いただきます。すごいこれは。キンちゃんいただきます。じゃあいただきます。いただきます。楽しんでくれてます。うん。うまい。これやばいよ。ちょっと。はいはい。うわ、めちゃくちゃうまい。なんだこれ。東京の刺身食わせらんないよ。でも東京は美味しいとかも、天はやばいじゃないですか。高いとかで美味しいかもしれないけど、めっちゃうまい。すごくない？うまいわ。肌触りが違うわ、やっぱ舌触りや。肌触りやな。肌鏡のことをしてるわ。お前やっぱりあれやな。アホやな。再確認したな。せっかくの新鮮な刺身にさ、アケロコちゃん、めちゃくちゃタバコ吸ってる。こっちおいで、こっちおいで。静かに休憩してんねん、ここで。サバの生食わなあかんわ。サバの生なかなか食われへんから、ね、もうこれ食うたらしいんでいいよ、たぶん。こんなこと食わせてもいいな。なんかほんま、YouTube やっててよかったわ。なんか西成の街があってよかったわ。コラボするたびに、やかい人が増えていくじゃないけど、その中でももう僕、本当にこう、選んでコラボしてる自信があるので、今回こうね、お二人と出会えてほんまに良かったです。いや、俺らも今後ともこれきっかけにもうこれ1回にとどまらずにコラボしてほしい、うん、その時もみんなでまた、はい、うちの家最高すぎて、おたわりでや、もちろんもちろん待ってるや、お母さんなんか田舎のおばあちゃんみたいな。まあでも常に言ったらもしかしたら花毛のおばちゃんいないかも。おい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 もうええんちゃうそれ。 でも言いよったもんな。もうぼちぼちええかもな。なんでやねん。もうええ言いよった。あと10年ぐらいって言うけど。ずっと一緒なんですか、そのお仕事でも。そこの基本はないよね。見て、まだサバ動いてる。はい、ほんまよ。サバ動いたんの。マジや。はい、喧嘩しないんですか。喧嘩しますよ。いや、喧嘩するんですよ。喧嘩しかしてない。あ、そうなんですね。やけどもずっと繋がってるじゃないですか。喧嘩して最近は、100ゼロで、だけど自分の間違ってるって気づいて。え、そんな時あの、好感度絶対上げようとしてる。違う違う違う。いや、でもさっき奥さんも言うてたよ。そう。喧嘩なんて100ゼロって分かったんですか、どうするの。あのね、最近分かったんですよ。俺とその彼女では、やろうと女性では、生物上、もう生き物として思考が違うって分かって。あー、なるほど。だからこの腹立つこと言われて、カチンと来ても、多分それポイントが絶対違うから、100回言って心謝らないと、デリケットだと困るし、結局生きていけないから。謝れる？マッハ土下座。マッハ土下座。マッハ土下座みたいな。ハーゲンが起きたら僕は呼んでください。見に行くんで。見たい。逃げ座まで。大人やわ。これちゃんと。タイプやわ。え？タイプやわ。俺苦手。いいね。それさ、良ければ引き取ってください。利用としたくて無理やった。すごいな。だから、全員が喋んねんもん。すごいことになってる今日。一日を通して。もう尺が今多分すごい。すごいと思う。実際もう3時間ぐらい経ってね。な。だって今、水槽バッグに言ってるから、金ちゃんも魚に見えてる。これ何コフ？コフ？何？じゃあ、金ちゃんはもう喋りすぎの一員やねん。一番メインやねんけど。そう、あのね、でも西成家族とか西成ファミリーに乗ってきて、で、海田さんも、海田さんの奥さんも、あの今日坂田恵子にも会いたいって言ってくれてはって、今日一応連絡はしてあるんですよ、タイミングで呼ぶわみたいな感じで呼ぼうかなと思ってて、この後ね、お二人のチャンネルでここからも撮影してくれるんで、ちょっと裏の方で、やっぱその坂田さんの編集宣言とかいろいろ見させてもらってたんですけど、ちょっと前から結構心配で、で自分自身先で一回転落してるのがいろんな先で死んだけどって知ってるんで、はいはいはい、だから多分ジョー君が甘えちゃって、ジョー君が何言っても多分最後は許してくれるって甘えもあるから、それはあるんですよ。ちょっと東京の方から来てるっていうこともあるから、耳傾けてくれるんだったらちょっと真剣に、少し近いなって考えないと、死にますよっていうこと。多分坂田じゃなかったら
今ウリタさんが言ってる言葉に対して、あ、そうやったらやめれんねや、そうやったら体がマシなんねやっていうのは分かると思うんだけど、ただ相手がやつなんで、俺はそのあるも全部分かってるのになかなか。っていうこの空気を坂田恵子おらんところでこれ見てる坂田恵子のことも考えちゃうよな。そう。多分爆発する可能性もあるっていうぐらいちょっと今不安定な状況で。もう一個はその大学時代に、ね、一概に酒やめろ酒やめろって無責任に言うのも。それが坂田さんにとっての人生だったり、酒飲んでタバコ吸って大往生してるって思ったら、それはそれで彼女の人生でもあるから、そう思われる関係ねえだろって話になってきちゃう。そこの線引きは難しいんだけど、ちょっとウリノさんの言葉で酒を乗り越えたからこそ坂田結構会いたいって言ってたんで、そこはやっぱりねちょっと説得してみようかな。はい、ちょっとね、僕らの、撮影の中では、ね、もう撮影済みの動画で一個の一つの決断は下してるところはあるんですよ。ただ彼女の人生を通して何かプラスになるっていうことが古田さんの言葉から何かあればいいなっていうのはすごく思ったんで、僕らの動画はここで一旦終わりですけど、ちょっと古田さんの方で僕らのトークプラス坂田恵子が登場すると思うんですけど、それはよかったら見てあげてください。そしてその古田さん、今回本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。尊敬もあるし、はい、この YouTube 始める上で、ね、業界の本当の大先輩だし、これはね、ブレイキングダウンのオーディションパーティーになったジョー君に会えて嬉しかったし、その流れでこうやってコラボができたのは、めちゃくちゃ俺らも金が高いんで、これからも行きます。あ、いや本当にだけじゃなくて仲良く、はい、人生を通して仲良くさせてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当に今日はウリタさんありがとうございました。やりたいことに命をかけて飛び込んだのは間違いじゃない。ありがとうございます。めっちゃやだよ。ちょっと待ってよ。これ綺麗な感じ、いつ壊してくれるか。これ綺麗な感じにまとめないと終われへん。これは待っとってんけど、何から 俺言っちゃうかな。俺でしゃべるとこちゃうかも。ケンちゃんもうこうなんだけど、待っとったよ。待っとったよ。肝心な時にやるなりたい。育児なし。育児なし。育児なし。たまに気使ってくれるぞ。育児なしと万げなしやな。いやあんまりが出しゃばってもな思ってな。やっぱ気が弱いせいかな。ごめんなさい。弱ないやろ。